仕方ない、挨拶をしろ。こちらは北近江の浅井長政殿だ。浅井長政と申します。よろしくお願いいたします。信長殿、失礼ですが、妹君はこの方だけですか？もう一人いる。それがどうかしたか？いえ、何でもありません。あの時、名前は聞けなかった。余計なことは言えないか。話を続けるぞ。それでこっちの男が。柴田勝家だ。長政は武道に秀でた男だ。勝家、お前といい勝負かもな。ぜひ手合わせ願いたいもんだ。信長殿、それがしはそのような腕では。謙遜すんなって。戦えばわかる。いや、謙遜などではなく本当に。どんなとは。海、近江のことでしょうか？大きいだけで、あとは普通です。ああ、北近江では赤株のぬか漬けが有名ではないでしょうか。それがしも好きですが。あの、一度の。いや、その何と言いますか。武道に秀でていようとも、女には慣れていないようだな、長政殿は。柴田殿。失礼いたします、殿。北近江から客人がお見えとのことですが。森政。長政、やっぱりお前だったのか。おいおい、森政、知り合いか？はい、おじうえ。長政には恩があるのです。昔、俺の馬が怪我をして立ち往生していた時に、長政に助けてもらいました。そんなこともあったな。だが、元気そうで何よりだ、森政。ああ、長政もな。浅井の家督を継いでしばらく経つが、当主の座も板についてきたようだな。姫様、なんでこんなところにいるんですか？ご挨拶もせず大変失礼いたしました。はい。あ、そうだ、長政。この方が前に話していた姫君だ。この姫が？
そうだったのか。何って、そりゃ姫君の美しさをです。どんな極上の絹にも劣らない黒髪と美しい干ばせ、長政も興味を持っていただろう。森政、あ、長政また顔赤くなってんぞ。ああ、本当だ、長政の顔真っ赤。